はい、前回の対決で敗れましたポンコツ佐々木さん、あなたには被験者になっていただきます。はい。まあ、何するかっていうと、まあ、このマーブル使うんですけども、はい、あの去年自分はですね、このマーブルをその溶かしてその何色になるかっていうのを調べようとしたんですよ。やってましたね。でもこのマーブル の, そのチョコの周りのこのカラフルな色の部分っていうのがカルシウムとかそういったのであの固められてて、その溶かすことはできなかったんですよ、はい。まあ、今回それのリベンジを兼ねてですね、はい、あのこのマーブル、はい、もう単純です。これはまあシャカシャカ振りまして、はい、そうですね、1時間レディーゴー。なんで今鉄をぶたれたんでしょうか。違うんですよ、当たっちゃったって。間違えた。あーりん、あーりん、誰あーりん、ももクロ、ももクロ、ももクロ、あーりんぐらいしか知らんけど、さあ残り1分、1分切った、1分切った。6 5 4 3 2 1、終了。お疲れ様です。お疲れです。じゃあ行きますか。はい、オープン、開けてみます。はい、行きます。はい、せーの、はい。あ、ええ何これ、何これ、何このあれどういうこと。真っ白に燃え尽きてる。なんか石みたい。なんかね、金魚鉢の下に敷くやつみたいな感じになってる。何これ、どういうこと。削れたってこと。削れたんだね、これは。あ、すげえザラザラする。なんていうの、これは全然予想しなかったな。こんな風になるんだ。思ったよりかなり原型とどめてましたね。マーブルチョコ、はい、1時間振り続けても、はい、マーブルチョコだと原型のままということで、はあ、なんかこういうのやり損って言うんですよね。いやでも新たな発見じゃないですか。こんなマーブルチョコの見た目にしたのは多分佐々木さん初めてだと思いますよ。いただきます。柔らかい、口当たりがだいぶ柔らかいね。マーブルチョコをちょっと柔らかくしたい、はい、歯の弱い方は1時間振り続けましょう、はい、苦労だなこれは。真似はしないよ。これは苦労だな。